こんばんは。北陸放送アナウンサーの入江美鈴です。今日も北陸放送3階の第3スタジオからお伝えしていきます。今日も県内在住の階段師兼 YouTuber の近森さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。近森さんは普段から階段や祈願を、収集されていると思うんですが、最近も図書館通われてますか？いや、もう必ず1週間に1度は必ず通いますね。頻繁ですね。頻繁ですね。なんか最近こんな話あったよとかありますか？最近はですね、本当にやっぱり、コロナ禍の影響があって、図書館に行って、まあ1時間のご利用でお願いしますって言われてんですけども、ついつい熱中しちゃってね、2、3時間いて、もう半ば追い出される形で出ていくっていうことが割とあってまあその辺はちょっとね、やっぱり対策されてる中でそれだけいさせてもらってるっていうので、ちょっと申し訳ないって気持ちなんですけども、はい、その中でもね、うん、今熱心にちょっと読んでる、書籍がありまして、まあ、書籍といっても、本当に本として発売されたもんではなくて、はい、新聞に載っていたとある明治時代の方が書かれた連続小説があるんですね。連載ってことですか？そうですね、連載記事で、うん、それがとある図書館の文書館の方に保存されてまして、はい、それをちょっとね、行くたんびに読んでるんですけども、この本を読んでると最初腕が痛いとか肩が痛いっていうような、ちょっと読み疲れみたいな症状が出たんですけども、はい、最近この本を読んだ時だけ腰が痛いとか首が痛いとか、筋肉痛みたいな症状になって、同じ体勢でいるから疲れてとかではなく、ないんですよ。僕の場合、そういった古い本って読む時は必ずもう一冊その辞典のようなものだったり、歴史に関する書物っていうのもいくつか用意して読み進めるんです、はい、その時代背景を調べるために。うん、なのでずっと固まって読んでるわけじゃなくて、結構うろうろしながら読んでるんですね。それなのにまるでこの肉体労働をしたかのようなずしんとくる。最近運動とかはしてないですか？まあ運動というか、僕のその仕事自体がそこそこ動き回る仕事なので、はい、うん、体力的にそんなにまだ衰えてはないと思うんですけどもそんなに最近筋肉痛になるようなことはなかったけど、ね、この本読んでると、そう、この本読んでるとなるんですよ。そういうことって今までもあったんですか？いや、ないですね。初めて。この本だけです。その本の中身の話とかもね、教えていただきたいですけど。そうですね、今ちょっとね調べてる途中なのでまとまり次第で教えていただくのもちょっと怖いですね。これね、誰か聞いた後に何かあったら、うん、ちょっと怖いなと思いましたね。そうですよね。いやそんなことがあるんですね、図書館で図書館ってやっぱり本っていうのは何かこう神秘的なものはありますからね。うん、うん、やっぱりこの古い本だとか、もう見たこともない本っていうのは図書館に行けば必ず出会うことになるので、でましてやその収蔵されている、出ていない奥に眠っている本っていうのは、やっぱ何かしらこうやっぱり書いた人の思いだとか、うん、読んでいる人の思いだっていうのが、やっぱ図書館にある本にはちょっと宿ってるんじゃないかなと思いますね。そんなこと考えたことなかったですさて、この番組では近森さんがこれまでに体験したり遭遇してきた話や人から聞いた話などを披露していただいています。まず今日も最初は不思議な話からです。この話は金沢市内であった路面電車に関する話ですね。はい、そうですね。若い方は多分ご存じないと思う方、もしくは聞いたことあるって方しかいないと思うんですけども、はい、昭和41年、そうです、1967年だったかな、まで路面電車が走っていて、金沢市内線っていうのがあったんですね。うんうん、その大正その8年ぐらいだったかな、明治ぐらいからもうなんか路面電車やりますっていうのやってたけども、結局大正8年ぐらいからスタートしたっていう金沢市内線っていうのがありまして、はい、でこの絵にまつわる話なんです。この話をしてくれたのは、他県から金沢にこの観光に来ていた人なんです。で、まあ、若い女性の、グループで、この金沢に観光に来て、で、いろいろ見て回ってたと。だから最初はこの兼六園に行って、で、その後、二次遺跡美術館とか、はい、あの辺のね、周辺回って、うん、で、その後、いろいろ回ってた後に、
その香林坊とか片町とかもうちょっとね人の多いところ、うん、行ってみようかなっていうことで、まあお買い物 したかったっていうんでね。でその名前、まあ名前出しって言っても石川県民の方ほとんど分かっていますんで、うんうん、109とかですね、はい、あの辺に買い物に行って、で思ったよりそこの買い物でちょっと時間がかかっちゃったと、うん、あの他にもまだ観光したいところがあって、あの例えば東茶屋街だとか、うんうん、あのそういったところあの行きたいなと思ってて、で香林坊の方に行く途中に、はい、あの人力車が走ってるのを見えて、うん、確かまだ人力車走ってましたね当時、はい、今はあんまりやってないのかな、茶屋街とか人力車でね、うんうん、走ってましたね、はい、多分その時代その年ぐらいの話だと思うんですけども、で、まあ、人力車がいるから、あ人力車だ、後から乗ろうかなっていうことをその友達とね話してて、でそのまま買い物に来ちゃったんだけども、割とこの時間が立ちすぎちゃった、うん、女性だとね買い物いくらでもできますからね、うん、でも本当はもう2時か3時頃に終わろうかなと思ったけど、うん、もう夕方の6時近くになってたと、さすがに今ちょっと遅いな、って思って、でもうさすがに人力車はもうやってないだろうから、うん、またね金沢いいところだったから次に来た時にでも、うん、人力車に乗ろうかななんて思いながらね、その人力車のことばっか考えてたそうです、はい、うん、一回まあ乗りたいと思っちゃったものってなかなかね、うん、忘れられないと思うんですけど、そうですね、でまあそんなこんなで買い物終わって夕方になった時にそのビルからパッと出たんですね。そうしたら前に人力車が走ってる、あ人力車まだいるんだと思った瞬間に、はい、あのどっからともなく電車の走ってくる音が聞こえて、えっと思った瞬間にその前走ってる人力車と目の前に急に現れた路面電車にその人力車が衝突したっていうんですよ。いわゆる事故ってことですよね。でも金沢に今路面電車走ってないんです。そうですよね。でこの方ってまだ20代の初めぐらいの方で、はい、金沢に路面電車走ってること自体知らないんですよ、うんうん、あの西山大橋のところってあの大きな橋ですけども、うん、あれも路面電車が通ってた名残ですよね。あそこからもう電車が走ってきて目の前にいた人力車に当たったんです。でそれあの一緒にいた誰も見てないって言うんですよ。他の女性は見ていなくて、そうそう、この方だけが、この方だけ見て、今人力車がぶつかった、うん、電車に当たったって、で友達のところを振り返ったら、友達が何言ってんの、どうしたの、そうそう、どうしたのって、人力車なんていないじゃない、で路面電車もどこに走って線路すらないじゃないって言うから、うん、えっと思ったら本当にいないんですよ。何だったんだ。っていうことを体験したんですよっていう、あの、うん、確かその時はツイッターの、あの、ダイレクトメッセージでいただいたんですね。はい。で、この話聞いた時に、あ、そんなことってあるのか。まあ、あの、昔あったものが、その、幻覚のように見える。全く知らない人でも、その、遭遇するっていう話は割とあるんですけども、へー、もしかしたら、この話って、何か他にないかなと思って、うん、僕さあの図書館に行ってあの調べてみたんですよ。で図書館にあったその、大正時代からその昭和初期にかけてあの新聞に載っていたその事件だとか事故みたいなものを片っ端から調べたんですね。そうしたらあの大正の10年ぐらいに路面電車が走り出した頃に人力車組合みたいなのがあって、でその人力車組合っていうのは結構反対してたらしくて、路面電車を作るのに、そう、うん、まあ当時も自動車も入ってきてたんですけども、で自動車が入ってきててそのバスも入ってきてて、さらに路面電車も来たらその人力車が、うんうん、あの商売上がったりだってなっちゃったらしくて、はい、まあ当時はその人力車ってこのタクシーみたいな感じだったんで、うん、で商売あたりだってことで結構路面電車に反対してた人なんですね。で、あのたびたびこう立ちふさがってそのストライキというか、うん、ストライキじゃないね、なんか路面電車に反対みたいなことやってたらしい、うん、反対運動してたんですね。そうそう。
で、結構それで揉めてたそうなんですけども、で、そういった時に、結構ね、立ちふさがってた人力車が路面電車に、まあ、接触するっていう事故があったらしいですね。うん、まあ、これ新聞に載ってたことなんで、はい、で、その話があった後に、さらにこの調べていくんですね。うん、さらに調べていくと、やっぱり、路面電車に乗ってる人が人力車に追い抜かれたとか、うん、でもこれも実際にその場に追い抜いた人力車がいなかったとか、だけど見えた、だけど見えたっていう、っていうそんなエピソードがかなりありまして、今もその路面電車にこの金沢市内で乗ることはもう当然できないんですけども、はい、何かね、路面電車に乗っていた時にだけ現れるものっていうのがいるんじゃないかなって。何かね、結構エピソードあるんですよ。こう路面電車と何かが衝突したけども、運転手が飛び降りたけども何もなかったっていうエピソードが、実は石川県だけじゃなくて富山県とか福井県にも同様の、うん、この回覧が載ってるんですよ。路面電車に関する話が多いってことなんですね。多いですね。うん、でも、まあ、本当にその中でやっぱり一番不思議だったのが、この他県から、ま、来て全くその金沢のことをその知らない女性が体験した、うん、幻の人力車と幻の路面電車の事故。うん、こんなことあるんですね。いやね、やっぱりね、いろんなものを目撃、そこにないものを目撃するっていうのは割とあるみたいで、うん、でそれって大体幽霊だったり、うん、宇宙人的なもんだったりもするんだけども、はい、路面電車とかそこにいない車だとか、うんうん、以前車の話ありましたね。そう、ありましたね。うん、こういったものって結構ね、目撃する方多いですね。うん、不思議な話ですね。そうだよ、本当不思議な話。しかも近いね、MRO からも近い地域で起きた話なので。近いですね、近いですよ。うん、私もいつかこの話聞いてたら路面電車見えるんじゃないかなってちょっと思っちゃいますけど。飲食店で働いていたスナックの女性が、はい、この外で路面電車の音が聞こえると思って窓を開けたら何も見えなかったっていうのもありましたね。それは最近というか結構近年の話なんですね。20年くらい前の話。20年くらい前、うん、へー、そんなことあるんですね。いや、なんか残ってるのかもしれないですね。残ってるのかもしれないですね。そういう思いとかいろんなものが、うん、いや、不思議な話ありがとうございました。はい、続いては背筋が寒くなるような怖い話をしていただくんですが、こちらはとあるカフェで起きた話ということですよね。はい、この話はちょっと怖いですよ。覚悟して聞きますね。はい、うん、この話、北陸のとある山なんです。はい、うん、とある山にあるカフェで、この山にあるカフェってどういうところか、ちょっと場所はちょっとね、うん、実際にある場所なので伏せさせていただきますけども、はい、この山っていうのは本当昔からある山で、そんなに高い山じゃない、ね、うん、そんなに高い山じゃないんだけども、まあいろんな公園だとかがあって、うん、そこそこやっぱり、ハイキングだとかジョギングだとか、はい、でして結構ね、利用者が多いんだよね。うん、でここに昔何かの施設か何かがあったところに作ら、それを再利用してできたちょっとおしゃれなカフェがあって、うん、でこれがまだできたばっかりのとこだったっていうんですね。はい、でこのカフェを利用していた、これもツイッターでいただいたお話なんですけども、アキさんという女性の方、はい、当時、いただいた時が2018年だって言ってましたね。2018年で、お話を伺った時です。お話を伺った時が2018年なんですけども、はい、この女性がですね、この山にあるカフェ。で、ここで、パソコン作業。うん。まあ、もう、今のカフェってやっぱりどこ行っても Wi-Fi が使えたりして、うん、結構大きな、うん、テーブルがあったりだとか、逆にこじんまりとした一人用の作業みたいな、うん、どうぞ作業してくださいみたいなスペースの、ね、長居して結構お仕事とかね、そうそう、してる方もいますもん ね、いらっしゃるので、うん、まあそういったその便利なカフェがあるってことで、はい、でそこに行ったら、もともとやっぱり何かの施設だったのか、大きなガラスがはまってるんですよ。うん、
大きなガラスがはまってて、でそこからあの通り の, あの公園、まあ、公園といってもちょっと山の雑木林のようなものが、はい、あの見えるんですね。でその何も手入れしたってわけではなくて、その雑木林をそのガラス越しに見えるっていう。じゃあ結構生い茂ってるような感じ。そうそう、生い茂ってるような形で、うん、でまあそれが結構見晴らしが良くて、はい、でやっぱ緑が目に入るので、うんうん、あの環境もリラックスできいいなってことで、その場所であのパソコンを広げてあの何かしら作業してたっていうですね、はい、で最初はそのガラス越しに森が見えるように座ってたっていうんですよ、うん、でそこってそのテーブル席で、あの反対側ガラスを背に向けて座ることもできたんだけども、まあお客さんがほとんどいない平日だったのでガランとしてたから、そこの場所もう、外に見える林をこの前面にね見るような状態で座って、はい、で一人で作業してた。でやっぱカフェのねいいコーヒーの匂いとかしてて、うんうん、でそんなに人も多くなくて、うん、で作業に熱中してた。でしばらくしてパソコン作業をやめて、ふと前を見ると林の中に女性が立ってるんですね。うん、一人ですか？そう、この一人の女性、うん、で見たところこの中年から中高年ぐらいの、まあいわゆる60歳ぐらいの、はい、うん、中年の女性だっていうんですよ、うん、があの普通にその普段着のような格好をして、うん、で手には小さなこの手提げのようなものを持って、はい、で頭にはこの目深に帽子をかぶってる、うんうん、散歩に来たとか、そうそう、あとハイキングとかね、そうかもしれないですね、うん、だからごく普通にもう街中で見るような格好だって、うん、うん、だからあんなところに人がいる、はい、うん、でその女性がちょうどこのガラス越しにカフェの中を見るような形で立ってる、うん、まあ別にあの変な印象は持たなかったっていうね。だからどうせあのハイキングコースが目の前に広がってて、あの周りもいろんな人たちがさっきからあの子供がね遊びに来てこの落ち葉拾ったりだとか、あのランニングしていく男性の方とか普通に見えてたので、あのさっきから通る人はよく見てた、うんうん、でもただ立ってこのカフェの中を覗いているっていうのはいなかったんで、うん、でただねじっとこっちを見てるから少し怖いですよね。そう、ちょっと怖いと思ったけども、まああのカフェなんてその外の作りも結構おしゃれにできてるから、うん、何気なくそのカフェの作りを見てたのかな、素敵だなみたいな感じで、そんな感じかなって思ったんで、はい、特に気にもせず、またあの注文したコーヒーを飲みながら、でまたパソコンで作業を始めたっていうんですよ。でまたどれだけ経ったかなと思って、もう結構長いしてたっていうんですね。はい。うん、で、アキさん結構長い、その長いことを作業してたけども、もう、さすがにちょっとコーヒー一杯でずっと居続けるのもあれだから、何かあの食べるものを一緒に注文しようかなと思って、うん、パソコン作業を中断して、ふっと前を向くと、あの女性、さっき言った中年から中高年、その、年配の女性がまた立ってる。ずっといたんですかね。そう、作業からもう先ほど見た時からもう1時間ぐらい経ってる、うん、1時間ぐらい経ってる、ね、その女性がまたそこに立ってる、はい、同じ場所から動いてないって言うんです。ちょっと嫌な感じもしますよね。なんだろう、うん、まさか自分を見てるのかなって思ったんだけども、あのカフェの中にはいろんな人たちがまだお客さんいらっしゃいますんで、自分を見てるっていう感じではなかったっていうんでね、ただずっとあの林の中の木に寄りかかるようにしてこっちを見てる、うん、でちょっと気持ち悪いな、うん、何なんだろうって思って、さっきからもう結構な時間経ってるのにまだずっとそこになって、ちょっと不思議な人だなって思ってたんですね。でまああのそうこうしてる時にあの店員さんが来たので、その注文したフードメニューをこう置いてもらって、コーヒーのおかわりをもらって、でもうそろそろさすがにこのコーヒーを飲み終わった頃、うん、そろそろお店で出ようかなと思ったんですね。でもまた再びパソコンに向かうとまた目の前にいるから、さすがにちょっと気持ちが悪いなと、うんうん、ずっと見られてる感じがする。なのであの席の場所を変えようと、で席自体を変えるんじゃなくて、あの今までガラスを正面に向かってたんだけども、
今度はテーブルの位置を変えてガラスを背にするように、店内側を向いて、店内側を向いて座るようにっていうふうにして、うん、そのノートパソコンだったんでね、入れ替えて、で作業を進めたんで、ね、でパソコンで作業してるときに画面が暗くなるときありますよね。ありますね。ページ変えたりだとか、うん、何か違う画面をウィンドウを開いたときに画面がパッと暗くなりますよね、うん、そのときにその女性が映ったんですよ。自分の顔とそのモニター、暗くなったモニターの真後ろに女性の顔があるんです、うん、自分の顔と女性の顔が一緒に並んでるんですよ。えと思ってパッと後ろを振り返ると、女性はさっきと同じところ、少し離れた場所に、普通真後ろじゃないと映んないですもんね。真後ろじゃないと映んない。でもあの時と同じ顔で、あの時と同じ立ち位置で女性が立ってる。その距離だいたい20メートル以上ある。で再びまたパソコンの画面に向かうと、ほんと自分の真後ろにいるっていうんですよ。奇妙ですよね。奇妙、気持ち悪いし、いやもうこれは絶対、うん、おかしなことだ、うんね、と思ったんで見ないようにしたんです、ね、でもパソコンの画面を開くたんびに、パソコンの画面がねちょっと暗くなるたんびに後ろに女性がいる、うん、でその顔がだん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 こう痩せこけていって、うん、その皮膚がこう泡立つように、いわゆる腐敗するような感じでドロドロと溶け出したっていう、その間もずっといるんです。その間もずっといるんです。でもうさすがにこれは見てられないと思って、うん、ノートパソコンをパンと閉じて、で慌ててもうコーヒーも残ってたけども、お会計をして飛び出してしまったっていう。でその頃はもう時間的にも真っ暗になってて、もう夕方の6時7時頃だったって。でそんな恐ろしい体験をしたんですよっていう話を伺ったんですよ。はい。そしてからですね、これの話を伺ったのは2018年夏頃だったんですけども、この話が終わって頭の中に覚えていたんですけども、翌年の2019年のちょっとまあ日付までは覚えてるんですけども、言っちゃいけないかなと思うんで伏せますけども、うん、ある時本当に何気なく見た地元の新聞のそのウェブページがですね、そのオンラインの新聞のオンライン版、はい、あれをいつもチェックしてるんですけども、うんうん、あれにそのアキさんが体験したカフェのある丸々山で女性の白骨遺体が見つかったっていうんです。これ本当に新聞載ったんですよ。身元不明の女性の白骨遺体が見つかって、はい、衣服はこれこれこれこういう形で、うん、年はその、まあ何歳ぐらい、うん、ちょっとまあ50代か60代かって、うん、ちょっとね中年以降の方だっていうことが分かった。あ、これもしかしてこの丸山っていうのはあの秋さんが言ってたあのカフェのある山のことじゃないと思って調べたら、やっぱりそこだった。うん、女性もそのくらいの年代の方なんですか、発見された方は。いや、もうかなり白骨化していて、分からないか、うん、分からないっていう、うん、やっぱり持っていたものがその手提げだっただとか、うん、でね、この話聞いた時に、よりね面白くなって、この話聞いた後にその丸々山っていうすごい有名な山なんですけども、うん、そこの歴史を調べていくと、うん、やっぱり昔は近くにお城があって、はい、うん、お城があって、そこのお城の処刑場がその山の麓にあったんですよ。へえ、そういったことも関係してるんですかね。これね、なんというか全部が全部そうだとは言い切れないんですけども、うん、なぜかその山にまつわる話っていうのが調べれば調べるほど後からいっぱい出てきて、うん、白骨死体の他にも謎の遺留品が見つかる。あ、先ほどあったそのそうこの女性は別で、そうそう、でまたこの女性とは違う方の遺体が見つかってたりだとか、でここ特に自殺の名所だとかそういったようなこの
忌まわしいような内容がある、はい、言われがある山ではなくて、なぜか行方不明になる方が多い。なんででしょうね。で本当にね、調べてみると、うん、神隠しにこの近くであったっていう昔のお話があったりだとか、この近くに流れている、小川を利用した井戸があって、うん、その井戸からこの謎の、手が出てくるだとか、うん、話によっては炎が上がったっていう話もあって、井戸から、井戸から、え、井戸から火が出るっていう話もあるんですよ。はあ、それもこの山が全部絡んでる話なんですね。え、今本当にこの山ってハイキングコースだったり、うんうん、カフェとかになってたりして、その爽やかなとこですよ、うん、お祭りもやってたり、うん、美術館じゃなくて、はい、確か、資料館だったかな、はい、歴史資料館みたいなところもあって、本当にね、地元の人に愛されるような、うん、その目印というかね、そんなところなんですよ。そんな場所でこんな話があるんですね。そう、これはなんですかね、カフェとかってちょっと不気味だと思う瞬間ないですか？え、全然ありません。え、ないですか？カフェイコール平和な場所、そうですか、なイメージですね、私の中では。なんかちょっとリラックスできたりとか、美味しい飲み物を飲んだりとか、スイーツを食べたり読書をしたり。あ、やっぱり僕らみたいなタイプっていうのはその、なんだろう、不気味なところ探しちゃうのかな。積極的にそういう目で見てるのかもしれないですね。多分おしゃれなところっていうよりも、うん、ちょっとなんかここ雰囲気あるなっていうところに誘い込まれちゃうのかな。え、そんな不気味なカフェってあります？古くからあるような喫茶店とかですか？それがそんなんでもないですよ、うん、確かに昔からあるレトロな純喫茶みたいなところが、うんうん、ありますよね、ささに古いだけあって、うん、ちょっと言っちゃ悪いですけども、不気味に見える瞬間ってあるんですけども、そんなんじゃなくて、真新しいのになんでこんな色の照明にしてるんだろうとか。え、明るすぎるとかですか、色が？あ、確か壁紙の色が妙に不気味だったり、なんでここだけ色違うんだろうみたいな。え、おしゃれだなくらいにしか多分私は思わないでしょうね。何ですか、入江さんの、はい、行ってる行ったことあるところで、うん、なんかここ変な雰囲気とかおかしなこと。あ、変な雰囲気だなとかはあんまり思わない方なんですけど、うん、カフェとか行くと結構写真とか絵とかが飾ってあったりして、はい、うん、この絵って何なんだろうとか、ちょっとその飾ってあるものが不思議でちょっと怪しげなデザインだなとか、そういうことはありますね。あ、うん、僕そういうので一回あったのが、カフェにすごい洋風なカフェなんですよ、はい、すごい洋風なカフェで若いオーナーさんがやってるところがあるんですけども、そこになぜか市松人形が置かれてるんですよ。え、全く似つかないですよね。変ですよね。本当に木のテーブルで、うん、コンクリート打ちっぱなしの、でいろんなところに観葉植物が置いてあって、すごい洋風でおしゃれ、はい、うん、ニューヨークスタイルかブルックリンスタイルか、うんうん、そういった感じのおしゃれなんですけども、そこに市松人形がショーケースに入ってポンと置かれてるんです。なんか意味があるんですかね。そう、何これ。であんまりもそれをずっと僕見てたから、うんうん、カフェのオーナーさんがね、やってきて、それ気になりますかって言うんですよ。ああ、いいえ。ああ、いいえとは言わない。めちゃくちゃ気になってますよね。ああ、いいえって言っちゃったんですけども。もう聞かれちゃったってことは、何かしらもうあるんだなと思って聞き返したんですよ。うん、はい、そうしたら、これは前はここにあったとある飲食店、大衆食堂だったんだけども、うん、その時に置いておいた人形だって言うんですよ。で、その大衆食堂がなくなってカフェにリニューアルしたときに、さすがに似つかしくないなと思って、うんうん、まあその人形自体は別に何とも思わなかったんだけども、どけたって言うんですね、うんうん、人形自体どけたんだけども、寝ているときに、はい、その人形がカフェのそこの場所に置いてある夢を見たって言うんですよ、オーナーさんが。怖いですね。そう、
で、それが何日も続くっていうから、似つかわしくないのは分かってるんだけども、その市松人形を、そのカフェのね、とある一角にポンと置いたっていうんですよ。あ、で、それ以来ずっとそこに置いてあるっていう。そしたらもう夢は見ないんですかね。夢は見ないか。平和に過ごしてるんですかね。そう。そういったところもありますよ。へえ。確かに今はそういうおしゃれでスタイリッシュなカフェも、その前どういうふうに使われていた場所かとか、わからないですからね、うん、古い建物だったりすると。そうそう、今古民家カフェとかありますけど、古民家カフェなんか本当に歴史がありますからありますよね。築100年の建物をリノベーションしてとか結構最近多いじゃないですか。多いですね、うん、それ建物自体は魅力だけども、その建物の中にいる何かっていうのにやっぱりちょっと触れてみたいなっていうのは昔から妖怪とか、うん、あの幽霊っていうのは建物に宿るっていうのが結構いますから、はあ、うん、建物に宿る妖怪って結構いますよ、うん、そっか、今の姿だけに惑わされてはいけないですね、うん、そうです歴史まで近森さんみたいに探って、新しくお店作る方とかはやっぱそういうところまでチェックした方がいいかもしれないですねそうだ、で実際何かやろうとして、あの良くないことが分かっちゃったらみんなどうするのかな確かに、もう契約した後とかだったら、もう契約した後とかだった、うん、建物っていうよりもその土地自体に何かあるっていうところも僕はいろいろ知ってますけど、そっか、はい、土地建物といろいろチェックすることがありますが、はい、今週もいろいろお話ありがとうございました、はい、この番組は MRO 公式チャンネル YouTube でも配信されています。そちらもどうぞ聞いてみてください。では今夜はここまでです。また来週この時間にお会いしましょう。さようなら。さようなら。